今新日本プロレスの入場してくる通路、先頭は後藤辰俊、そして後方からは小島聡が入場してまいります。入ってまいりました小島聡、全日本プロレスのジャイアントシリーズ愛知県体育館のマットに登場しました。チーム2000と小島と、そして後藤です。こちらは小島聡、そして手前側は後藤辰俊であります。日本全国にいる全日本プロレスファンの皆さんが、このスティーブ・ウィリアムス殺人医師ドクターに新日本プロレスからの2人の患者をなんとか料理してくださいという、そんな願いでもって今見つめているのではないでしょうか。さあ入ってまいります、殺人医師スティーブ・ウィリアムス、そして荒谷信孝も今日は入ってまいります。重量級コンビががっちりと握手をし、これから新日本プロレスの刺客を料理しようというところです。入ってまいりました荒谷信孝、そしてスティーブ・ウィリアムスであります。今リングに入ってまい、しかし早くも小島聡奇襲をかけようというんでありましょうか、何やらもう罵っています。さあ両チームがコールされます。両手を名古屋のマットで大きく広げました後藤。さあ小島聡、おっと早くもウィリアムスが仕掛けたか。荒谷信孝、さあスティーブ・ウィリアムス、そしてレフリーはオーリー山口がこの一戦をさばきます。荒谷信孝、そしてスティーブ・ウィリアムス、ドクター・ボムが今日火を吹くんでありましょうか。そしてこちらは新日本プロレス勢であります小島聡、後藤辰俊、チーム2000からやってまいりました。さあ先発はどうなるか。ああ小島がちょっとこれはウィリアムスを挑発しています。小島ウィリアムスオタクしょうがないんじゃ。ああなるほど、あっと初めてですけどね。ああそうですね、場内からは意外にも小島コールが起こっています。さああっと先発は小島とスティーブ・ウィリアムスが先発だ。今のんだった。さあ早くもここはレスリングスタイルに持ち込もうというんでありましょうか。スティーブ・ウィリアムス、そして小島聡。さあまずは首にここは来るか、組み合ったところですが気合が入っています小島聡。全日本プロレスのマットを初めて踏んでおりますこの小島と、さらにはニュートラルコーナー、いやコーナーマットに控えている後藤であります。レフトからのヘッドロックの体勢、ロープに振っておいた、帰ってくるところどうするか、左の肩腰から当たってくる小島聡。さあ今度はスティーブが飛んできた、ラリアットかわしておいた、今度はレフトショルダーアタック、スティーブ・ウィリアムスであります小島、逆水平、力がこもっています小島と、そしてスティーブ・ウィリアムス、逆水平を見舞ってまいりました。あー今度はグーパンチ、後藤が入ってくる、これノータッチ、ノータッチで入っておりますヘッドバット。さあテーブラトンで持って、おークローズライン、これは切った、これは強烈、エプロンからリングした後藤、そして小島、ここはグランドの展開か、いやしかしレフトリストロックの体勢を作っていますスティーブ・ウィリアムス、ストンピング、ストンピング、ロープの反動を利用した、今度は
まず足を取っておいたエルボーを落としてくる小島さとし。素敵な笑みを浮かべています小島さとしであります。小島も気合乗りは抜群でありますが、その気合乗り気合というものがどこまで続くんでありましょうか。小島さとし183センチ、112キロであります小島さとし。東京都は江東区の出身。90年の10月よりアニマル浜口ジムでトレーニングを重ね、91年の2月新日本プロレス入門を果たしました。さあその小島から後藤が入ってまいりました。過去この後藤は90年代前半ニューブロンコボンバーズとして暴れ回っておりました。後藤達俊、そしてスティーブ・ウィリアムスから荒谷信孝が入ってまいりました。岸さん、はい、荒谷と後藤はもちろんこの、初対決になるんですかね。そうだと思いますね、はい、組み合っておいた。さあブレークをかけますウォーリー山口レフリーであります。荒谷が WR にいる頃、平成新年がかなり入ったのやってますんでね、でもちょっとやってるかもしれない。なるほど、はい、さあそのあたりでありますが、荒谷信孝ヘアスタイルをこのシリーズ変えているわけでありますけれども、さあその荒谷と、そして金髪がなびいています後藤達俊、胸板のあたりチョップを見舞ってまいりました。打ってくる打ってくる、さあこの胸板のあたりに打ってくる打ってくる、どちらに軍配が上がってくるのか。荒谷も懸命に打ってくる、打ち返した後藤、すごい打ち合いになりました。全日本と新日本の構想、現在の構想が如実に現れています。体力では荒谷の上なんですが、負けるわけにいかないですよね、こういう状態でね、はい、ロープに振っておいた。まずは左の肩口から当たってくる荒谷、しかし後藤というのは反則でもって苦しい時にうまくそのくぐり抜けるという、そんな先方で来ることがあります後藤達俊。もうヒールとしてのキャリア長いですからね。あーやっぱり出ました、行った矢先に金的キック、はい、プロンからリング下、さあリング下に転落すれば小島が追ってくるぞ。小島がバックボーン後頭部蹴り技を見舞ってまいりました。やっぱり蹴り技、やはりこういったラフを得意とする選手には菊池さん、そんなにいわゆるパワーでもって押してばっかりいけば、こうやった反則殺法で切り返されますよね。強く攻めるファイトはダメですよね、はい、まだ荒谷もやっぱりこういったあたりファイトが正直すぎますね、はい、そしてエプロンからリング内、両選手が入ってまいりました。小島さとし、さあこの小島さとしは新日本プロレスのヤングライオン杯連続、その全く負け知らずでもって優勝、いわゆる全勝優勝という経験があります小島さとし。さあキャンバスの中央でもってブレンバスターに行こうと思うんですが、重いこの荒谷が上がるんでありましょうか。小島ブレンバスター、荒谷やっぱり菊池さん、力では荒谷が十分ありますよ、ね、体も大きいですからね、ただスピードはやっぱり小島の方が上ですね。小島なんか非常に楽しそうにやってますね。だいたい小島というとかプレッシャーを楽しむ方なんですよ。だから全日本のリングで元三冠ヘビー級王者のウィリアムスとできるというのは嬉しくて仕方ないんじゃないですか。なるほど、さあ小島さとしはサラリーマンの経験もありますが、しかしもうプロレスが好きで好きでしょうがなくプロレス界の門を叩いたわけであります。入門先は新日本プロレス。タマル大聖佐藤か、トゥーカウントです。今さばいておりますウォーリー山口レフリー、この全日本プロレスと新日本プロレスの対抗戦は初めてさばくわけなんですが、さあどうか、後方から来たぞ後藤達俊、トゥーブラトンでもってダブルブレンバスター、2人ならば十分に上がります。どちらがカバーに行くのか、カバーにめくずストンピング後藤達俊。後藤も菊池さん、やはりレスリングも十分にできますし、はい、それからラサッポ、これもかなりいくんですよね。いや、ラフ強いですよ、ものすごく。小原って君、大学時キャグを持ってたでしょ、はい、あの頃やっぱり新日本の頂点にふさわしいタッグチームだったですからね、はい、
原屋大丈夫か。ちょっとこれは敵の攻撃受けすぎか。ハイルドライバー抑えた。そうか、カウントは2カウントです。スティーブ・ウィリアムスを指差しましたが、そして後藤から小島、小島が入ってまいりました。しかしあの小島というのはストンピングはその一つ一つの技を相手に放つ、放した後すごい気合がこもってるんですよね、はいはい、この気合に押されすぎてはたまったもんじゃないですか。この全日本勢気合も明るいんですよね、出し方が、はい、でもこうあの小島に分を浴びせても、はい、憎んでる方が少ないという不思議な選手なんですよね、はい、さあこの小島さとしの表情、何かもう観客も自分のものにしようというのか。小島フライングしてエルボー、カウントはどうか。スティーブ・ウィリアムスがカットに入りました。これにはどのようにしないところがいいんですか。若い力で押し切ろうというんですかね。小島さとしがまずは胸板のあたりにパンチを見舞って、後藤がこれは誤爆ラリアット、そしてスティーブ・ウィリアムスが入ってまいりました。殺人医師、何かもう聞き分けのない2人の患者をいさめようというんでありましょうか。スティーブ・ウィリアムス、さあこれにはたまったものではありません。新日本プロレス勢ドクターバブ、ドカーダメです。後藤がまだリング内におりました。その後藤をエプロンからリングした。さあ今度はスタンピートか。スティーブ・ウィリアムス、あっとしかしちょっと今福さん、はい、長すぎたんですかね。長すぎました。あの前ならできたんでしょうけど今体調万全じゃないですからね。はい、押し込んでカウントはどうか。2カウントです。小島さとし、さあ腕を取っておいて、あっとバック回られた。スティーブ・ウィリアムスどうか。リストを絞り込まれた。殺人バックドロップに、ああ引くことできません。もちろんこのスティーブ・ウィリアムスの戦法というものは小島、さらには今ダブルスレッジハンマーを見舞っていることを読み取っていることでしょう。ウィリアムスの後藤のバックドロップが18番なんですよね。あ、その真ん前で目の前で小島が仕掛けるというのはいい動きをしてますよね。はい、ニュートラルコーナー、新谷がラリアット走り込んでった。さあそしてスパインバスター、スティーブ・ウィリアムス、新谷と小島ボディースラム。さあ名古屋の夜に大きな大きなムササビが待った。ダメ、これは見ておりました。小島、これは膝のお皿の部分に低空ドロップキック。小島ドラゴンスクリュー、ムササビは宙を舞うことができず、さあ小島やっちゃうぞという表情。クローズラインかいくぐった。しかし後藤が出てくる。ダブルスレッジハンマー、後藤のバック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 。僕らやっぱりチーム中心の同じ軍団で働いてるだけに、はい、なんかいいですよね。そうですね。そしてダイヤモンドカッター、抑え込んだ。アラヤはどうか、返した返した、アラヤ返しました。さあ何か自らの腕を誇らしげに見ておりました小島さとし。怖いぞ怖いぞ、ラリアット、あれダメか、スリーダウンボー。小島が新谷をホールしました。福さん、小島のこの表情、小島に楽しまれちゃったという感じですね。
何か全日本勢どうしてしまったのみたいな感じですね、はい、まあ、言葉は悪いんですがちょっとこう憎らしい感じもしますね。小島が憎らしいけど憎めない男なんですよね、なるほど。
You gotta get back. You get it back. Ah!
城を攻め込む武士の土星が整えた時代が過ぎ、今王道を極める全日本プロレスの天守閣に勇ましく悠然と新日本プロレス軍団が来襲。これより開戦の時を告げるゴングの音色が鳴り響く。全日本プロレス2001スーパーパワーシリーズ最終戦はスーパーパワーイン武道館、東京九段北の丸公園の中にあります日本武道館から皆様にごゆっくりお楽しみいただいてまいります。さあ、これよりは全日本プロレス対新日本プロレスの対抗戦、熱狂中継でお伝えをしてまいります。さあ、入ってまいりました、ヒロ斎藤と小島さとし。中で一番強いタッグチーム、バーシティクラブ、マイク・ロトンドとスティーブ・ウィリアムス。さあ、今王道マットに敵の待つリングへと歩を進めてまいりました。早くも始まった。さあ、今日の第5試合はタッグマッチ60分一本勝負。全日本プロレス側はマイクロトンド、スティーブ・ウィリアムス、そして新日本プロレスからはヒロ斎藤、小島さとし、この一戦を実況でお楽しみいただいてまいります。さて、こちら放送席解説は歩くプロレス41年史木下さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実況は私、松崎敏夫でバイオレンスにお送りしてまいります。木下さん、はい、早くも奇襲をかけましたね。もう待ってましたとばかりに言いましたけど、ウィリアムスのロトンド組は読んでましたね。それでもね、小島がすぐ表情に出す男ですから、表情読まれたんじゃないですか。なるほど、そのあたりを読んでいたのか。もうすでにゴングは鳴っております。マイク・ロトンド、ここはトゥープラトンでもってどうするか。小島さとしとヒロ斎藤であります。全日本プロレスの天守閣、日本武道館、王道マットにまたしても新日本プロレス軍が来襲。さあ、ここはサマーズアントリー、ロトンドを捉えてくるか。的な演技を浮かべております、この小島さとし。小島さとしがボディを蹴りました。蹴られたのはマイク・ロトンド、逆水平、ニュートラルコーナーであります。そして送り込んでくる、走っていって小島、しかし足を突き立ててまいりました、マイク・ロトンド。ラリアット、強烈なラリアットを放つマイク・ロトンドです。この小島さとしは2日前の同じ日本武道館で行われました新日本プロレス超実力派宣言2001で川田俊明と対戦いたしましたが、しかし応戦したものの、最後はラリアットで15分16秒ホールを奪われまして敗戦いたしました。この小島さとし、その2日のうちは世界一強いタッグチーム、マイク・ロトンド、スティーブ・ウィリアムスを相手に迎えているわけであります。そして小島さとしからヒロ斎藤が入ってまいりました。175センチ108キロ、61年の5月25日、神奈川県は川崎市の出身であります、このヒロ斎藤。78年の2月に新日本プロレス入門を果たしました。その年の8月、ゴールデンファイトシリーズでデビューを果たしました。86年4月には全日本マットに登場し、87年5月に古巣新日マットにカムバックいたしました。そして昨年2月なんですが、チーム2000と入りを果たしております。はいはい、斉藤はカルガリーハリケーンズで全日本に来たんですけど、その頃のジャパンプロレスで長州力以下のですね、はい、その13選手プラス3選16選手ですか、その中で馬場が一番褒めてたのはこの広斎藤なんですよ。 あいつが一番よくプロレスを知ってると、他の連中は体力任せだけど、はい、これ頭のいいプロレスやるなっつって褒めてましたよね。あ、そうですか。ですから菊池さん、試合前なんですかね、はい、この広斎藤が会場内をですね、はい、特にそのリング上をこう
じっと見つめてですね、はい、何かその考え深げに見入っていたその表情、私は非常に印象に残っているんですが、はいはいはい、そういうことがあったんですね。そうでしょうね、はい、そんなヒロ斎藤でありますが、そのヒロ斎藤を今力でもって背負うというんでありましょうか、スティーブ・ウィリアムズ・ドクターであります殺人医師。さあ今日もこの殺人医師、強烈なドクターボムを放つその機会があるんでありましょうか。全日本プロレスには世界ジュニアヘビー級タイトルありますけど、あれの初代王者は斎藤ですからね。はいはい、あのタッグは今新日本で一番前ですよ。昔は星野勘太郎だったんですけど、星野が引退して今はもうタッグの名手たら斎藤ですよね。そうですか、小島は今旬の男ですからね、勢いに乗ってます。はい、まあ、それとあの前のシリーズ の、 あのチャンピオンカーディブルワンナイトスペシャル武道館でですね、この小島さとしは天津と組みましたハインズ・ウィリアムス組と対戦しましたが、はいはいはい、まあ、今天候地で IWGP タッグ持ってますね。ただあのウィリアムスとロトンドは2人ともあの広斎藤も小島も知ってるはずですよ、はい、ウィリアムスはもちろん新日本から来てますし、あのロトンドはマイケル・フォーブストリートという名前で新日本に出てましたからね。はいはい、これはもうお互いに手の内知った同士の対決と言っていいんじゃないですか、対抗戦でもね。さあこの小島さとし、91年の2月に新日本プロレス入門いたしました。その年の7月にデビューを飾ったわけなんですが、現在は第40代 IWGP タッグ王者であります小島さとし。その小島さとしが逆進、おーっと至近距離から何かあの今朝ショートでもってあの完全なナックルパンチですね。そうですね、青い入ってるみたいですね。はい、スティーブ・ウィリアムス、そしてそのスティーブ・ウィリアムスからマイク・ロトンド、ロトンドが入ってまいりました。スーパーパワーシリーズ開幕戦ではこのロトンド、岩手大会ではですねブッチャー・キマラ戦、まあ、ブッチャー・キマラと対戦したわけなんですけれども、まああの毒針エルボーを食らってエジになってしまいましたね。そうですね、意外だったんですけど、はい、まあ、手の内を知らなかったということでしょうね。はい、まあ、しっかりそのリベンジを果たしております。大館大会でウィリアムズと組みまして、ブッチャー・キマラ組と対戦し、キマラにブロックバスターを決めておりますマイク・ロトンド。さあそのマイク・ロトンドに、ま、真正面からボディを蹴りました小島さとし。青コーナー自分のコーナーマットに持ってまいりました。試合は5分を経過しています。そしてこのロトンドの片方の足を取りましたのが広斎藤、そのお皿の部分にエルボーを落としてまいりました。ジャンプしていって思いっきり体を預けた広斎藤です。広斎藤の得意技にはもうファンの方ならご承知の通り戦闘という技があります。広斎藤戦闘はね、ジュニアヘビー級の頃から使ってますけど、ウエイトがついているから余計ダメージは大きいでしょうね。まあ、よく、まあ、真っ黒にいつも日に焼いてる男ですよね。さあその広斎藤をここは足でもってしっかりと捉えておりましたマイク・ロトンド、キャンバスの中央であります尾てい骨のあたりに激痛を走らせようというんでありましょうか、このマイク・ロトンド。キュウさん、はい、まあ、ロトンド・ウィリアムス の、 そのです、ね、コンビっていうのはやっぱりもうあのシラキュース大学時代からずっと見ていたんで、はい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 、っていうのはもう当然のことぴったり合ってますよね。まあ、バーチクラブっていうのは大学代表チームという意味ですけど、ただあのタッグのうまさという点では2人ともやっぱり個人的に自信がありすぎて、はい、あまりうまいタッグチームではないと思うんですよね。強いですけど、はい、タッグのうまいチームに会うと、あのちょっと弱いところあるんじゃないですか。あのぶっちゃきまらに最初に負けたというのも、やっぱりそういうところを疲れたんだと思うんですよね。まあ、しかし昨年の世界最強タッグ決定リーグを制しておりますマイク・ロトンドとスティーブ・ウィリアムス、まあ、その優勝戦はこの武道館で行われたわけなんですが、はい、キさん、はい、まあ、藤川田組をですね、はい、撃滅させまして、はい、まさかと思います。まあ、あれはあのタッグチームのプレー、あの勝利じゃなくて、個人個人の実力の勝利だと僕は受け取ってますけどね。確かそのシリーズ開幕戦では菊池さんはもう一番その台風の目とでその最有力優勝候補っていうのがバーシークラブだったと、はい、おっしゃいましたね。はいはい、だからバーシークラブ日本で、まあ、僕は初めて見たんですけど、強いけどあの緻密な連携プレーをやるチームではないなと思ってるんですよね。そうですか、はい、さあそのロトンド広斎藤ロープに振りました。一発蹴ってちょっとちりもちをついたバランス崩す。さあ小島聡が入ってくる。小島聡のエルボーであります。ライトからのエルボーを放つこの小島聡、気合乗り抜群の小島さとし。さあ勝ちが上げていって、ここはどうか、抑え込んでくる。カウントツーカウント、カウント2であります。小島のファイトっていうのは陽気で元気で好感持てますよね。表情も豊かですし。そうですね、ラリアット、この技が得意技、
小島のラリアット、それをロトンドにもう一発見舞ってくる。いや、今度はエルボーだ。小島、さあ小島さとし、トップロープ最上段から飛んでったか。ダイブしてエルボー、カウントはどうか。カウント2で持って返しました。さあ本当にですね、まあ、長州力2戦から感じがしますけどもね。ダイヤモンドカッターを放つ、はい、小島さとし、さあ今日も小島さとしの気の強さがリング上で爆裂。おっと腕を蹴りました。今度はどうか、立ち上げてバックフリップ、マイクロトンド抑え込んでいって、カウントはどうか。ヒロ斉藤をカットしました。まあ、先ほど Q さんおっしゃったように、このあのウォールストリートの時はですね、このバックフリップが得意技だったんですよね、はいはいはい、そのマイクロトンドから今スティーブ・ウィリアムズ前方、これはどうか、片指すくい上げる、カウントはどうか。カウントとカウント、小島はまだスタミナ残ってますね。はい、さあドクターが行ってしまうのか。至近距離からのラリアット、もう一発行くのか。ラリアットをかわした、バックに回った、バックドロップをお箱とするウィリアムズに先に仕掛けるといい度胸ですよね。そうですね、セット、これが出たらヒロサイト、エンジン全開、変わってどうか。カウント2、今日は先頭を福士さん2発来ましたね。やっぱり相手が相手ですからね、一発では攻められないという計算ですよね。ヒロサイトが飛んでくるのか。ヒロサイトがセカンドロープだった、これはダメだ、これはかわされました。ダイビング技っていうのは自爆した時のダメージが大きいんですよね。はい、さあエプロンからリングした放送席付近にやってくる、小島ぶつける、マイクロトンド、ダースティークラブに、ここはクッサン勝機ができましたか。合わせができた、抑える、さあどうか、フルカウントで返しました。今10分を経過しました。もう今ウィリアムスが嫌いだというような表情をしましたけど、もう完全に仕留めたと思ったんですよね、もうやっぱり今勝機ですよ。はい、アゴクラキ、そしてもう一発ウィリアムスのアゴクラキ、ヒロ斉藤です。ヒロ斉藤がここ、小島がエプロンからリングした、そして後方からマイクロトンドが襲ってくる。マイクロトンドがここはトゥープラトンで持ってくる、バーシティクラブ走り込んでいった、ダブルで持ってのスプラッシュ、ヒロ斉藤がここは捉われてしまった、あーっとラスパイパスだから、そしてヒロチン落とされる、エビ型でカウント、カウント2、小島今間に合わないと思ってレフリーが先に突きてます。あー、なるほど。そして場外戦であります、向こう側花道付近、さあコース戦、殺人バックドロップには行かせない、ヒロ斉藤、いやしかしボディを蹴られる、あーっと出したから、ドクターボム抑えた、低空のドロップキックカット、小島さとし、村板に一発パンチ、さあヒロ斉藤は向こう側、手前側こちら、スクールボーイだ、カウントカウントカウント、危ないですね、2で返した、小島と殺人バックドロップ抑えて、ヒロ斉藤バーシティクラブの前に撃沈。福士さん、はい、いや小島もカットしたんですが、はい、ちょっと何か何ですか、そのスタミナが、まあ、小島の方はスタミナが残ってましたけど、ヒロの方がちょっともう弱りかけてましたね。あ、そうですか。一応ウィリアムスは2ホールで跳ね返されたら苦いだという顔しましたけど、はい、その時にもう完全に勝ったという、相手の下にやってるのは戦ってれば分かりますからね。あ、これでいけるなという感覚はできたんじゃないですか、ですからもうそれからはもう斉藤に全部集中攻撃ですよね。はい、